どんどん増えるんです。そしたら病院で治療はこれ以上やってもどうにもなりませんと言ってきます。主に私はその状況にいる患者さんたちをたくさん見ます。全くの絶望。しかし遺伝子について教え、遺伝子は変質することもあるし、その次なんですか、回復することもある。消えていても何ですか、ついていても遺伝子が、42歳までは遺伝子がついていましたよね。その通りです。しかし42歳の時から消えたみたいです。どうして消えたんでしょう。そういうふうになると回復するではありませんか。先生、その時不当たりを出したんです。そして自分がそいつを捕まえようと中国の上海を回りながら毎日イライラして酒を飲んで、タバコは吸うし、あまり寝ないし、食べもしないし、そういう暮らしを10年ぐらいしました。遺伝子は状況が悪いと消えます。皆さん見てください。このような状態の中で吸い取れるのは何ですか。水しかありません。このように栄養のバランスが合わない状況で実を結ぶことはできません。皆さん、豆が一粒あります。豆が一粒ありますが、これがあります。胚芽です。これを拡大して取り出して見てみると何があると思いますか。豆のプログラムがあります。豆の遺伝子が入っています。他のところには遺伝子がありません。豆の遺伝子が入っているが、だから何のプログラムですか。ここに入力されているプログラム、大きくなって豆一粒が数千粒になる、生育して繁栄するプログラムが入ってます。生育繁栄プログラムが入ってます。それでこの豆を、それでその生育繁栄プログラムを見てみましょう。まず何が出ますか。根っこが出ます。根っこを作る遺伝子、あそこに根っこが出ましたよね。あの中に根っこを作る遺伝子が入ってます。それがつきました。その次二葉、その次何ですか、二番目、その次茎、三番、その次茎から何が出るんですか、枝から何が出るんですか、葉っぱの形がちょっと変だな。葉っぱ5番、そして次に何が咲きますか。花が咲く遺伝子6番、その次実が実るプログラム7番。だから1番から7番まで順々にタイミングが合うように遺伝子が次々つくと成功するんです。しかしこうなるには遺伝子、今この胚芽の中にあるこの7つの遺伝子が全部ついてさえいれば全て健康ですよね。今豆の状態、豆が豆として私の手の中にあるとかポケットの中にある時はこの遺伝子が全てあるけど消えてます。どうして消えてるんですか。条件が備わってないから。遺伝子は環境、条件が必要です。がん患者さんのその T リンパ球の中にあったがん細胞を殺す T リンパ毒素を生産する遺伝子が消えてしまった理由も何が合わなかったからですか。条件、環境が合わなかったからです。その条件の中で一番重要な条件が何ですか。意味の条件です。そうしたらこのようにうまく実を結ぶように7番遺伝子まで全て
救うようにする条件は何ですか？条件。まず、最初に栄養です。栄養。栄養。それはニュートリション。2番目の条件は何ですか？土地に植えないといけないか。土地に植えるということは栄養をちゃんと当てるということです。だから栄養呼吸がうまくいかなかったら皆さんの遺伝子がうまく働かないです。ついていてちゃんと働いていた遺伝子も栄養呼吸のバランスがおかしくなり始めると遺伝子が止まります。最近このような事実が発見したんです。昔は私たちの暮らしと遺伝子は全然別だと考えたんですが、生活の習慣が本当に影響を与えるということです。だから遺伝子の勉強をしたところ本当に驚きました。その次、栄養が必要だし何が必要ですか？その次、水が必要です。土地に植えたのに水を与えなかったら遺伝子は働きません。つかないです。水、ウォーター。その次なんですか？その次、日光が大事です。日光がないと水を与えてもダメ。日光、サン。その次、栄養素とか水とか日光も適当に与えないといけません。与えすぎてはいけない。そういうのを節制と言います。すべてのものを適当に。これが皆さんの健康の原則です。わかりますか？イサンゴ博士が作った原則ではなく遺伝子の原則です。節制、節制を英語でテンプランスと言います。 Tその次、何が必要ですか？空気が必要です。酸素、空気がないとダメです。だから空気、エア。この豆がこの生育繁栄プログラム、この胚芽の中に入力されている全ての7つの遺伝子が全て豆の遺伝子も ATGC 全く同じです。人の遺伝子もこれは同一の字です。これらが全てついて働いてうまく実を結ぶにはこのような条件が必要です。このような基盤条件が必要です。この頃、基盤施設を何と言いますか？インフラ。このようなインフラがないと、遺伝子は神前美、信仰を望み、愛によって、ちゃんと咲くことができます。これは植物です。植物の場合は、この英語の頭文字だけ取って読んだら何と読みますか？ニュースターさえやればいいんです。動物の場合は四つん這い、四つの足で歩く動物の場合は運動をしないと遺伝子が働きません。皆さん、運動がものすごく大事です。運動をしないでなんで調子が悪いんだろうとか言ってはよくありません。多くの人が運動はしなくてもいいものだけどやればもっといいと言いますが、そうではなく運動はしないと遺伝子は消えます。だから登山、水泳やってみてください。全身の気分が良くないですか？エンドルフィンも出るし、消化もうまくいくし、すべての遺伝子。その時、運動を気分よくやった時、幹細胞がたくさん死にます。運動不足というのはありえません。だから、犬を捕まえて動かせなくしたら健康ですか？健康じゃないですか？健康ではありません。遺伝子が働きません。ちゃんと働かない遺伝子が増えます。運動をエクササイズ。運動をするとあまりやりすぎてはならない。運動をしてから必ず何をしないといけないんですか？
休むことが必要です。休息はレスト。だから豆はニュースターさえやればいいけど、動物はニュースターをやらないといけません。しかしこの豆もまずこれを取りましょう。豆がニュースターさえやれば実を結びますが、気温条件としてインフラとして、もし豆に土地に植えないで日光も浴びせないと、どう豆はどうなりますか。条件が合わないと生育繁栄はしない中で最大限に生きようとします。それが何ですか。ナムルです。ナムルは葉っぱ出ますか、出ませんか。出ません。葉っぱ遺伝子はありますか、ありませんか。あります。遺伝子は働きません。なぜ。条件が合わないから。条件が合わないから。条件を備えないといけない。条件を備えないでいつもいいものだけ食べようとする、それは話にもなりません。私は多くの人たちにこの根本的な遺伝子の原則を話してあげます。これイサングが作った原則ですか。そうじゃありません。これは豆の遺伝子、豆の、これは条件が備わらないといけない。私たちが日常生活を暮らしていたら運動をできなくなるし、栄養素も毎日ラーメンだけ食べて終わってしまうし、栄養のバランスも合わないと遺伝子たちがちゃんと働かなくなります。ちゃんとつかない。だから皆さん